やほこんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は2021年私が痺れまくった最高の歌声を持つ女性 K-POP アイドルたちをご紹介していきたいと思います。今年は本当にね、いろんなガールズグループとの出会いがあったりとか、オーディション番組で知ったすごくね、いい声を持つ女の子たち、そういう新しい出会いだったり、新しい魅力というものに魅了されることがすごく多かったなというふうに思います。そんな中で私が特にね、この子の声めちゃくちゃ気になる、この方の声やばいなというふうに今年思った方々を順にね紹介していきたいなというふうに思っているんですけれども、まず最初にご紹介させていただくのはステイシーしうんちゃんでございます。はい、彼女ですね、ちょっとこう高めのトーンでマットな質感を持ったすごくキュートな音質を持った方ですね。高くて可愛い声って結構ね、わざとらしくそういう音を作っているように聞こえてくることってすごく多いんですよね。絶対その音質違うよねっていう、あなたの声じゃないですよねそれみたいな、結構そういう方いらっしゃるんですけど、彼女の声はね、そういうわざと作っているような可愛さではなくて、すごくナチュラルな状態でそういう雰囲気を持っている方という感じですね。なので可愛らしい声でありながらそんなにキンキンはしてこないっていう、 MV で見た時は可愛いお顔立ちとか雰囲気、あとは声質もねすごくキュートな方だから、そこから出てくるなんかいろんな技術にびっくりしました。フレーズの中で例えばエッジボイスを使ったり、語尾をねキュッとこう可愛く上に持ち上げるようなニュアンスだったりとかで、たまにビブラートとか深めの音質みたいな、ベイベーベイベーベイベーみたいな、なんかこういう感じの、え何その音みたいな歌い方をされるのが、彼女の歌がねすごくかっこよく聞こえてくるポイントだったりしますね。しゅんちゃんなりのカラーというかスタイルっていうものが、そういうところから見えてきて、本当に素敵な歌を歌う方だなと思います。アンマリーの2002っていう楽曲ですね、こちらのカバーなんか聞いてもらうと、まさしく彼女のエッジボイスだったり語尾のキュートな処理の仕方、そういうところがよく聞けるので、ぜひ皆さんにねチェックしてほしいなっていうふうに思います。はい、で続いてね、同じチームから一人行かせてください。アイサちゃん、もうちょっとね、彼女はまたすっごいいい質感を持ったお声で、あの独特の質感はねなかなかない個性ですね。個人的にかなり注目をしております。空洞感のある音っていうか、なんか息漏れっぽいわけではないんですけど、芯がありながらも滑らかで柔らかい音っていうのが特徴的です。初めて彼女の声聞いた時は、その独特な音質にマジで振り向きました。明らかに他の方と異質な音を持っているので、ステイシーちゃんたちね知らないよっていう人はね、彼女たちの楽曲すごくいいから一度聴いてみてほしいです。歌唱技術的には結構ね、上から素早く落としていくような、そういういかつめのアクセントみたいなのを使ってくるような感じかな。語尾をね息方向に抜くような、少し大人っぽい色っぽい歌い方っていうのもたまにしていて、そこもツボでございますね。かなり私としてはアイサちゃん見つけちゃったなーっていう感じで、本当に素敵な音を持った方なので、これからもね注目して聴いていきたいなというふうに思っております。はい、で続いてご紹介していきたいのが、ブレイブガールズのミニョン姉さんでございます。もう彼女もねかなり個性的な音を持っておりまして、すごく爽やかで結構明るめ、透け感のある独特な音を持っております。あの質感があれば高音はね絶対聞き苦しくならない、どんなに高くてもきつく出している感のないいい音をされているので、どの音域でもね心地よく聞いている人の耳に届いてくるっていうイメージかな。でミニョン姉さんの場合はね、どんな技術が入っているかとかっていうよりかは、彼女の音程に集中した方が一番良さをね堪能できるかもしれないなっていうのはすごく感じます。音質と音程ですね、ここがねちょっとみんなに聞いてほしいポイントかな。とにかくね音の当たり方がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。生歌で歌ってる動画ね何本か見たんですけど、まるでなんか修正されたみたいに、まあ揺れない、本当に揺れない、聞いててスカッとする気持ちよさがあります。で彼女が最近 KBS 歌謡祭でですね、 SF9 のインソンくんと歌ったイチマラよ、これめちゃくちゃ綺麗でした。うりそろさらげるんでっていう楽曲でございます。すごく素敵な楽曲なんですけど、ミニョン姉さんが持つね声の質感っていうのを贅沢に聴けるステージなので、本当におすすめ。グループの時に聞こえてくるような、なんか明るめでね透け感のある音というよりかは、しっとり歌い上げてくるような、そういうねクリアで美しい歌声を聴けると思います。ぜひね聴いてみてください。はい、で続いていきたいのがですね、チェリーバレットボラ姉さん。いやーボラボラ、もうボラちゃんといえば今年ガルプラでしょっていうところだと思うんですけれども、その綺麗な歌声に心まで美しいというところでね、日本にもねたくさんファンが増えたんじゃないかなと思っております。声質は喉頭がね結構前上方向にぐっと引っ張られるような高めで綺麗系な音質を持っている方ですね。透き通るような本当に美しい音で、高音もスルスル伸びていってかなり上の方まで出る方です。安定感も抜群という感じ、どのステージ見てもやっぱりボラちゃんうまいです。ひときわ目立ってうまいので、
やっぱりね、注目しないわけにはいかないという感じでございますね。で、彼女を知ってから、おぬるかじまーとかね、あいうのカバー結構されてるかな。うん、それいろいろ聞かせてもらったんですけど、彼女の儚いね、息漏れ声だったりとか、たまにエッジにかかるような音、パワフルでありながらも、でも本当に美しいハイトーン。細かくてちょっと短めのフェイクみたいなのも入ってたりして、すごくね、素敵だなというふうに思いました。語尾ではね、結構裏返して息に抜くっていうニュアンスがよく出てくるかな。まあ、韓国のね、ヨドルのみんなはね、結構やるようなニュアンスなんですけれども、ボラ様もバチバチに決めております。バラードがね、やっぱ本当によく似合う、うん、可愛らしい妖精さんというような感じでございますね。本当に痺れた素晴らしい歌声でした。はい。というところで、続いていきたいんですけれども、続いては、ビリーのハラムちゃんいきたいと思います。彼女はね、最近デビューしたビリーというグループのメンバーで、元 SM 練習生っていうところ、かなり注目ポイントですよね、ここね。ビジュアルもすごく可愛い方なんですよ。グループ内の人気相当高いんじゃないかなと思いますね。とにかく彼女の声を聞いた時に、私がまず驚いたのは、音に対する身のこなし方。喉の筋肉がどれだけ滑らかに動いてるんだ、この子は、という感じでございました。歌っていうのはね、やっぱ音程が変化して、そしてそれが繋がってメロディーという風になるわけなんですけれども、そのメロディーを声で奏でているその移動の仕方がものすごく滑らかな方なんですね。めちゃくちゃ軽いのよ。もう本当に音の移動がヌルヌルしていて、音を動かすのに突っかかるものが何もないんですね。本当にこう滑りのいい音をしているって感じ。正直こんなにね、変化の軽い方は私今まで見たことないかもしれないです。高音も軽々出しているような気持ちよさがあったり、今私かなり気になっている方でございます。はい。もう最近出たアリアナのサンタテルミーですね。私もリアクション取らせてもらってるんですけど、マジで素敵です。ハラムちゃんの歌声やっぱひときわ目立ってるので、ぜひまだ見てない方はね、チェックしてみてください。はい。で、続いてご紹介していきたいのはママムよりフィーン様でございます。はい。もううちらのフィーン様が入らないわけないだろうっていう感じなんですけれども、彼女はね、今年ソロでウォーターカラーという楽曲出しましたよね。それ以外にもこう X の楽曲ラブショットカバーしたりとか、12月最近ですよ、エイリーとコラボしたソロクリスマスという楽曲を披露してくれました。まあ、まずね、ウォーターカラーに関してはフィーンの持つ歌における運動神経の良さみたいなのがひときわね目立っていて、彼女の歌声の世界観っていうのがね、よく出ていてかっこよかったです。で、 X のカバーに関してはなんかラブショットこんな曲になるのみたいな、そういうね、全然原曲とは違うアレンジを見せてくれて、マジでやばかったですね。ピアノとエレキがじゃってこうやってなってく軽快さのある中で、ダン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 タラタラタンみたいなのがマジでさ、え、ここバーですかみたいな、本当にそうやって思わせるようなめちゃくちゃおしゃれで大人な歌い方をされておりました。彼女が音程変化をね、めちゃくちゃ滑らかに使いながら大人っぽく歌い上げるラブショット、マジで最高なので、まだ聞いてない方おすすめでございます。で、最近出たソロクリスマスですよ。もうね、しっとり胸に染みるクリスマスソングっていう感じなんですけれども、もう涙が静かにこうツーと流れるような、そんな儚い曲になっていて、フィニーに関してはね、歌唱技術をね、最小限に抑えてシンプルに歌いこなしておりました。音をね、たくさん動かしたりバリエーションをつけなくても、自分が持っている音のみで心にぽっかり穴が開いたような空虚感を出してくる感じ、マジですごいよね。極上でございました。一緒に歌ってるエイリーもマジで歌うまいしね、最高の歌声でした。エイリーに関してはね、今年私が何本か取り上げさせてもらったんですよ。本当に最高の声を持っていて、私のチャンネルでもね、ご紹介できてすごく幸せでした。はい。で、続いてですね、 JYP より行かせてください。リリーちゃん、いやー、デビュー前の方だけどごめんなさい、お許しください。もうちょっとね、度肝抜かれた。同じグループのヘオンちゃんと歌った Destiny Child のサバイバーのカバー、 After all the darkness and sadness Succumbってやつですね。マジでイカチ。私のチャンネルで怪物新人というサムネでね、歌声分析させてもらっているんですが、まあ信じられないぐらいうまい。彼女は K-POP スター出身で、もうすごくね、小さい頃から本当に歌が上手な方だったんですが、もう今この成長したリリーちゃん、洋楽のソロアーティストとしてもね、全然やっていけるよっていうぐらいマジでいい歌声をされております。で、彼女の良さはやっぱりリズム感かな。もうとにかく感じているリズムがすごく細かいし、グルーヴ感たっぷりに歌っていくんですね。真似しようとしてもなかなか彼女らしく歌えないっていうのは、そもそも彼女の中に流れているリズムと同じリズムを流せていないからだなっていう風には感じます。羽だったりとか、ため感、絶妙な流し方とか、本当に本当にスキルがやばい方です。韓国のね、アイドルでもね、さすがにデビュー前にこのスキルある子マジでいないぞっていう感じ。久々にね、怪物が来たなっていう感じで、マジで興奮しました。もうデビュー楽しみ。来年2月なんだよね。すっごい楽しみです。はい。で、続いての方ご紹介したいんですけれども、ちょっと彼女もま
デビュー前というところでね、もう散々その音源をもう本当に聞くためにぶち上がっているということで、お名前挙げさせていただきたいと思います。ケプラーキムチヘヨンちゃん、本当にもうチェヒョンちゃんに関してはね、彼女が持って生まれたまず音の良さですね。そこもうひとたび彼女がバラードを歌うと、もう場所が一気に教会に変わります。天使の歌声のように透き通ってまっすぐで純真な、でそういう雰囲気がありながらも音の響きの中にはちゃんと芯が通っているという、本当に美しい歌声をされている方です。たまーにいるんですけど、声帯の鳴りがすごいね、軽いテンション感で綺麗になる方ですね。似たような不思議な感覚がある方でお名前を挙げるとしたら、ちょっと男性なんですけど、ストレイキッズのアイエンくんなんかそうだと思います。なんかその音って一体どこから出ていらっしゃるんでしょうかっていう風に思っちゃうぐらい、他の方とは一味違ってね、神秘的な音っていうね、そういう感じの鳴り方をされております。息とかビブラート、細かい音程変化、あとは音のこう押し引きだったり、裏声からの切り返しとか、本当にいろいろな技術で聴いている人の心をわしづかみにしてきますね。まあでもこれですね、ここで今私がどんなに彼女の声の美しさを語ったところでね、伝わりきらないんですよ。マジでね、まだ聞いたことない方、ケプラの動画ぜひ見てみてください。私のチャンネルでも彼女が歌うクリスマスソングをね、歌声分析してるんですよ。ぜひぜひ聞いていただけたらなというふうに思います。はい、で続いてごめんなさい、もう一人いいですか、ケプラからね、ごめんなさい、ヨウンちゃん、もうやっぱりごめんなさいね、やっぱりだよね、やっぱりだよね。うん、彼女はこう私たちにね、見せてくる魅力がマジで楽曲ごとに毎回違うっていう感じ、本当にカメレオンのような女の子でございます。チェヒョンちゃんと一緒にテヨのね、ディスクリスマス、先ほど言ったクリスマスソング歌われているんですけれども、もう見てる人全員ズル向け、もう本当にお気をつけください。いやマジね、彼女のあの声誰が想像したっていう。ガルプラではさ、英雄とか結構いかつい系の曲をねぶっ飛ばしていた子が別人のように美しく歌い上げる、もう本当にね、毎回予想を超えてくるというか、想像できないところにぶっ放してくるっていう意味でマジでいかつい方です。でそのガールズプラネット999っていうオーディションの中で披露した楽曲では、結構 R&B テイストな歌い方とか、誘惑するような大人っぽい色気のある息を使ったような歌い方っていうのもできるし、今回のカバーのようにね、ちょっとこう幼い少女感のあるような、そういう薄めの裏声系の音でしっかり歌い上げるというね、いや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 、マジでスキル高すぎでしょっていう感じです。彼女たちはね、デビューまで本当にあと数日なんですよ。1月3日なので、もう本当どんな姿を見せてくれるのかめちゃくちゃ楽しみです。はい、でもうラスト2人かな。続いてご紹介していきたいのはチョンソミちゃんでございます。もうね、ごめんなさい、ソロの方なんだけどね、もう本当に、いやもう設定グダグダだよね、やばいよね、本当ソロの方なんですよ、グループの子じゃないんですけれども、本当に今年すごい良かったのでご紹介させていただきたいなというふうに思います。彼女はもうね、まず持っている音がいい、もう声がいいんですよ。すごく特徴的な歌声をしていて、そこに YG スタイルのいかつめでちょっとギラギラな歌い方っていうのが最強のタッグを組んだっていう感じですね。英語もペラペラなんで、ラップがこう英詞になってたりとか、すごいねいかつい感じでラップもかましてて、もう一曲の中でいろんな姿を見せてくれて本当に良かったですね。今年ね、結構ソロ曲いろいろ出してたと思うんですけど、もうね歌声もさることながら、映像だったりとかもビジュアルやばいよね。曲そのものの良さもあったり、彼女の魅力を最大限に引き出すような、そういう熱い仕上がりになってたと思います。マジでね、事務所さんがね、完璧に彼女が最高に見えるカラーで売り出してて素晴らしいなというふうに感じました。なんか被る人も本当にいないっていう感じ、本当にソミだからできるみたいなカラーがめちゃくちゃ好きです。はい。で、彼女の声質は結構ね、こう耳にスコーンと入ってくるような、そういう気持ち良さのある音なんですけど、意外と歌唱技術入れてるところ多くてですね、参考にしようとすると思いのほか難しいです。まず、彼女が元々持っている音と、自分の音との差にちょっと挫折しそうになるし、結構声にジリジリ感っていうのも乗っているタイプなので、エッジボイスに引っかかるようなニュアンスがね、まあ楽曲の中でポコポコ出てきます。で、本当に最近出した Anymore っていう楽曲ですね、こちらもめちゃくちゃ良かった。この曲でも本当にもう洋楽だなっていう感じしました。ギターサウンドがメインの中で、途中ねなんかワンダイレクションみたいな、そっち系の雰囲気になる瞬間があったりして、もう私タイプだわー、本当にもうマジでソミ外れなかったです今回。ぜひね、まだの方はね、聞いてみてほしいです。はい、で続いてこの方が最後になります。正直私はね、彼女の声が、彼女の音が忘れられない、マジで痺れました。エスパウィンターちゃん、
もうね、マジかなりね、今、ウィンターちゃんに私、痺れておりましてですね、最近、SES のリメイク版として出した Dreams Come True。こちらのね、レコーディング映像が YouTube で配信されていたのを見たんですけど、もうマジでそれ。もうそれを見て完全に落ちました。あ、好きだ、無理だってなりました。まず、持っている音の強さがえぐいですね。彼女は私、常々言ってるんですけど、歌い方の特徴がね、SM の男性アーティストと似ている部分が本当に多いんですよ。細かくお話をすると、芯の強い圧のかかった音っていうところだったり、フレーズの中にちょこちょこかかるビブラート、高音をバチコーンと当てている時の母音の形が、結構あとおの間を採用されることが多いですね。これは歌詞もやっぱりそういう歌詞になっていたりとか、地声で結構強い音で鳴りやすい母音っていうのがこの母音の形だったりするっていうところもあるので、なんかこういろんな要素が相まってそういう風に聞こえるっていう感じだとは思うんですけど、はい。であとはすごくわかりやすいやつがあって、それはね、音をね瞬間的に強く早く当てるみたいな、でそれを当てる時に上から取るっていう感じですね。トゥルトゥルナタンみたいな、こういうニュアンス、この技術プラスアルファ硬い質感の音っていうところで、かなりねこれは高確率で SM カラーに聞こえる歌い方になります。でまあ全部ではないんですけど、 OK のね母音の時ですね、あーとかおーとかの時ですね、この時にちょっと奥に入るような瞬間があるような、そういう音色を使っているところも彼女の歌が SM の男性アーティストっぽく聞こえるところなんじゃないかな。はい、もう結構たくさんあげれたんじゃない、すごいいろいろ言ったと思うんですけど大丈夫ですか、皆さんついてきてますか。本当に彼女の歌ってユーヨンジン様の影響をすごく受けているんじゃないでしょうかという感じでございますけれども、ちなみにテンションをね少し落としてしっとり歌う時なんかはあんまりそっち系のニュアンスが出てこなくなるというか、またそういう二面性みたいなところも彼女のすごく面白いところなんじゃないかなというふうに思います。はい、もうこのね SM のヨジャグルの先輩たちと少しこう違うエスパならではの世界観というところでは、ウィンターちゃんかなり存在大きいと思いますね。はい、ということで今年私が痺れた最高の歌声を持つ K-POP ヨジャアイドルをご紹介させていただきました。彼女たちの声の秘密ですね、特徴どうですか皆さん、ここがヤバいんだぜっていうところ伝わりましたでしょうか。個人個人に対してこんなにまとめてね結構詳しくお話しすることなかなかないので、そのあたりね皆さんがすごく楽しんでくれたらいいなというふうに思うんですけれども、はい。で動画の中ではね私が痺れた方たちをご紹介してるんですけれども、コメント欄ではぜひ皆さんの今年私はこの子に痺れましたっていうのありましたらどんどんコメントいただきたいです。この動画に対する感想もねいただけるとすごく嬉しいので、気軽にねコメントいただけたらと思います。はい、ということでね今日はこんな感じで終わりたいと思います。来年も私と一緒に彼ら彼女たちの歌声楽しんでいきましょう。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。